はい。今回は竹。竹。前回続きましてね、第2回目になりますけど、今ね、竹の子がこういっぱい出てきてるんですよ。はい、今、これ20センチ近くなってるかな。うん、これをこのままに放っておくと、こうなっちゃいます。こんな大きさになっちゃうと思うんですね。これ何にもしないで放っといたんです、これ。これだと部屋の中で持ち込んで見ることもできないですよね、こんなでっかいの。これをこう小さく詰めて、あまり竹を高くしないように、このぐらいできればこのぐらいで収めたいなっていうことなんですね。それをどうするかっていうと、竹の子のうちに皮を剥いていきます。皮を剥いていくとね、この節と節の間が、これが詰まった状態になります。こう見ていただくと、竹の作り方っていうのは、ここが狭い。だん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 こう広くなっていきます、ここに。はい、これで、上の方行くとまた縮まってくるんです。これはそのままに放っておいたから、ここが全体が伸びちゃってますよね。うん、もっと全体が短くするために皮を剥いていって、成長を少しずつ抑えていきます。はい、ちょっとその前に盆栽祭り。盆栽祭り。盆栽祭りが3年ぶりに今年開かれて、一昨日終わったんですけど、はい、盆栽球見ていただいてる方、たくさん来ていただきまして、はい、で声をかけていただきました。はい、大変嬉しく思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、でも竹の方に戻ります。竹の方に戻りましょう。早速やっていきましょう。はい、竹っていうのは普通のね、竹林の竹っていうのはね、どのぐらい伸びるか一晩で。記録によりますとね、真竹だとね、一晩で 1.2 メートル。一晩で。いや、1時間なのかな。1.2 メートル。それぐらいの。竹の子のようにこうすくすく伸びるとか、そういうことわざあるでしょうか。それにちなんです。竹の子本当に成長が早いです。で、伸びちゃうと、この止まります。伸び止まりですね。伸び止まりってなります。覚えております。おとぎ話か。かぐや姫の竹取り物語ってあるでしょう。はい、かぐや姫ってのはね、常に短い間で成人になっちゃう。竹から生まれたかぐや姫。成長早い。3ヶ月でも成人しちゃう。はいはい、だからそういうふうに成長がかなり早いんです、竹っていうのは。成長が止まるまでの間にこう竹の皮を剥いていって小さくしていける。なるほど。ね、ちょっとこの辺でやってるかな、薄いから。これは黒竹。これは黒竹だよね。前回上からしたのは姫毛草竹。姫毛草竹。あれね、竹の子1本しか出てこなかったんで、結構出てるやつ持ってきました。もっと本当は出るんですけどね。はい、で、竹の子、ことわざがありますね、まだ。ウゴの竹の子とか。ウゴ雨降った後でタケノコが一斉にふわーって出てくる、はいはい、それはありますけどね。聞こえてる。雨降るんだ。ウゴのタケノコっていうのはね、タケノコは出始めと、はい、それから出盛りで出終わり、これ成長と同じように、はい、出始め、出盛り、出終わりっていうのがあるんです。で、出盛りの時に雨がいっぱい降るとわーっていっぱい出てくるんですよ。うん、それが竹の精子、出盛りっていうんです。で、これ竹の皮です。ここ一番上の皮、ここ里上、うん、あ、もっと下であるか、これ2番目か。竹床の皮はこうなって、こうなって、これで竹の芯支えてますからね。で、これ竹がこうやって皮を剥かれちゃうと支えがなくなって、で、5月の時期は風が強いんで支えがなくなってポキッて折れちゃう。なるほど。そしたらもう芯がなくなっちゃいますんで、そのために針金で保護するようにします。はい、どうやって保護するかっていうとね、これアルミ線の 1.5mm、 これエアコンのアース棒、こう丸い棒、木だとね、こうきつく巻くと抜けなくなっちゃうんですよ。うん、これにこうやってコイル状に巻いてきます。結構ギュウギュウに巻くんですね。うん、普通これは本当コイルですね。コイルみたいな、電線のコイル、うん、掃除巻いててバネだから。で、これ後で道具にするかっていうのをやってきますから、これきつく巻いちゃってこうすると抜けなくなってくる、うん、木だとね、これ抜けないんですよ、なかなか。で、これが支えになります。まっすぐにして、うん、こんな感じで入ってきますからね。ちょっとまだやるんですけど、これ刺して、これが支えになります。はい、じゃあ先に剥き方をやっていきましょうか。はい、これをこれ裂け目入れます。裂け目。縦に。もう一番上の皮ですね。そう、最初の皮。これ最初の皮、うん、次の皮。これね、ピンセットが芯まで行っちゃうと本当に傷ついちゃいます、ね。なるほど。傷ついたらそれ残りますからね。必ず慎重にやらないとね、
ダメなんですよ、これ。で、タケノコの皮、ここが一番目の皮が出てるでしょ。はい、そしてここに節があって、その一番目の皮がその次のところに来てますから、先端が。ん？どういうことですか？こう節。節、一番下の 節、 一番下の節、ここから皮が出てます。はいはい、あ、節から出てる。そう、節のとこから出てます。ーはーはー、次の節の次の上まで来てますからね。なるほど。そこを向いていくんです。こうやって裂け目をね、皮はね、これ取らないでつけときます。なぜかっていうと、これを取っちゃうとね、あの節のこうきちっとしたの見えなくなって、これが真っ平らになってきますからね。それとね、あのこれつけとかね、竹細くなっちゃいます。あれに似てますね。んミニ盆栽やる人が、コミジの、目摘み、目摘みをこうめくってやるじゃないですか。開く前にね。そうすると短くなるっていうのと似てますね。あれと同じようかもかね。ね、あれは節間が伸びないように、そうですね、なんか取っちゃうから、これと同じような感じ。これもだと、そう、ね、間を短くする、間を短くするためにこれやって、でこれは1個じゃないですからね。これは20個ぐらいあるんです。でどこまで向くかっていうとね、ここが白くなったでしょ。ここまで向いていきます。これもうちょっと向くから、でもう次向いてきますね。もうこの皮を向いた時点で、はい、こう芯がもう弱くなってますからね。向くのは向いた方がいいんですよ。もうちょっともっと抑えるんだったら、水調整すると少し切れるぐらい、葉っぱがこうチリチリってなってきます。そこまで我慢してて、それ過ぎちゃうと枯れちゃうから、我慢してて、それで水。水辛めにしても、まあ、短くはできると。だけどね、どうしても我慢できなくてね、こう葉っぱがこうやって枯れちゃうんじゃないかって水やっちゃうんです。やっちゃいますね。枯れたら終わりですもんね。そうするとね、この間が違ってくる。一応ね、ここまで向きました。上まではやんなくていいんですか？もうちょっとありますけどね。もうこれ、グラ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 してたら、こう補強します。なるほど。こうやってこう入れます。刺すんだ、刺すんだ、刺んないかな。ここにやりました。はい、そしてここを持って、これ伸ばしていくんです。タケノコの成長に合わせてこう、これをずっとこの止まるまでね、こうやってくる。だからこれ長くコイル巻いとかないとダメですよ。これで剥いていきます。あ、このまま。そう、こう息止めてやる。そうですね。手が震えちゃうとね、力仕事やらないわけですよ、これの時は。大体3枚ぐらいに剥くといいんですよ、割ると。3枚剥く？ 1 枚の皮を2つ裂く目で。そのが剥きやすいってことですね。3つに分けちゃう。かなりコアな人が見る動画ですね。これ思ったのも手が震えちゃってね、はい、うまくいきません。で、剥いた皮はこのコイルの外に出しておきます。ここに、これが伸びるにつれて、これをずっと上げていきます。はい、そうするとここの間からこう枝が出てきます。ここに、ここに。で、これをスッて止まったら抜けます。あんまり枝伸ばすとこれ取れなくなっちゃうから。竹が伸びきってからアルミ製を外す。ね、伸びすぎちゃうとダメだね。伸びすぎちゃうと固まる前、この枝が。枝が固まる前に針金を取る。時期的にはどのぐらいなんですか。だね、5月、今5月だから末ぐらい、前かな、半ばぐらいかな。年末？違う、6月、5月の。5月半ば？あ、じゃあ1ヶ月半ばから末ぐらい、1ヶ月かかんないです。今日が5月の7日。だから5月末までには枝がこういっぱい出てくる。はいはい、その状況を見てこうスーッて、ね、へー、これこうなっちゃったらもう抜けなくなっちゃうから、これ、はいはい、これそうですね。そうすると最後はこう1個ずつぐるぐる巻いて外していくようになっちゃうから、これ大変ですよ、ぐるぐるやっちゃう。じゃあもう1ヶ月もつけてないんですね。1ヶ月経たないと。これかなり成長早いですから。で、伸び具合を見るのは毎日見てないとダメ で雨が降ったりなんかしたら急に伸びちゃうから。で、これこういうことを他の竹にも同じことやってる。全部やってくるんですね。なんか1、2、3個ぐらい出た。本当はもっと出ますからね。20個ぐらい出るんです。植え替えも何もやってないんで、竹の子の出が悪いです。だいたいね、竹の子この根縁、これの寿命っていうのはね、10年ぐらい。そんなもんなんですか。10年ぐらいでもう入れ替えてるんだけど、新しい竹の子を出す。だんだん育ってきます。そうすると
元気がなくなってこうやって竹の子があんまり出なくなっちゃう。これが本当の竹の盆栽を作る作業、これ以外はそんなでやることないです。これがうまくできればきれいな竹林、竹の詰まったね、この節がだん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 こう広くなって狭くなって、そういうのができる。でこれ黒竹なんでちょっとね盆栽に斑が入ってるようなものになってしまうんで、本来は一番いいのは姫もそう竹、あれ盆栽祭りでね一箇所なく売ってましたよ。姫もそう竹が結構高かったね、これよりもっと小さくて値段本当言ったらね、4万5000円って書いてある、このもんこれの半分ぐらい、姫もそう竹大きさどのぐらいでした、高さは。高さはね、このぐらい。ああ、でもそのぐらいだったらいいですね、これを何回も何回もやって、そうですね、欠かさずやって。でもこの作業知らなかったらね、ぐわーっと伸びちゃいますもんね。そう、伸びちゃう、これがそうです。これ2年前かな、仕事忙しくて何にも5月は何にもできなくて、でほったらかしといたらこんなになっちゃう。これって例えばこれが小さくできたとするじゃないですか。そうするとこれ長いのどうするんですか。大体、ねこの竹の子が出てくる伸びてくる時は、はい、親の栄養分がこれもらってるんですよ。なるほど。でこれがどん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 伸びていくともう成人します。はい、なったら親の役目が終わりになった。なるほど。立て替えてもいいし。立て替えれる。立て替えてもいいです。3年ぐらいの葉っぱ。でその親の役目が終わると、例えばこれ残しておいたとしますね、はいはい、残しておいたら親の役目が終わった、そうすると竹の秋が来る。竹の秋、葉っぱが全部落ちて、はい、って入れ替わります。それは親だけ。そう、この葉っぱが、ね、入れ替わります。一番の仕事はこれで、どこに出るかって分かんないんだから、ね、こういうふうにこういうのがあるんだ。まあ、本当だ。これ立て替えられたらこうポキッと折れちゃうんですかね。だからうまくまっすぐ出すっていうのはいろいろやってたんですけどね、植え替えが一番いいと思う。こう根っこがいろいろ絡んでるから、それぶつかってこっち行ったりこっち出してるんです、はい、これもねもう相当植え替えやってないですよね。これだけ持ち上がってる、これだけ上がっちゃってますからね。でこれ鉢に入れといたら鉢割れてますよ。なるほど、こういうのがいいんですね、石に。こういう方がみんなこれ出てくるでしょ、でこう出てきたこれは地下茎、根縁。でも竹の子出てます。竹の子ってこういうところから出てるね、この中、これ節があるんですよ。こういうところにね芽持ってくるんですよ。これが竹の子です。ここでねこういっぱい飛び出すでしょ、こういうのをポッとかわす、ポッとかましてくる、取り木ですよ、竹の。はぁ、鳥竹。鳥竹できるんですね。そう、鳥竹やってさ、久保さんのこの間やってさ、ちょっと見せますね。はぁ、これ鳥竹。鳥竹どっから取ったんですか。これから取ったやつ。この、こういうとこ、これ、こういうやつを、そう、ここにね、ポッとかましといたんですよ。そしたら根っこが出てきたんで、もう3年ぐらい経つのかな。元はこれです、この2つ。これに、もう根縁がくっついてる。これ一緒に植えると翌年ぐらい少しこれ成長して竹の子が持って深くこれ出てきた今年。竹2つ、これ2つ出てきましたね。これ竹の子ですからね。でこれは虫っぽしです。これ失敗した、伸びちゃった。伸びちゃったんですね。伸びすぎちゃったね。だからもうちょっと、それも今年のやつですよね。これ今年の。こんな伸びるんだ。そうで、これはもうお祭りの時かな、あの時見たらこれがずっと伸びてた。へー、ここまでこのぐらい来てた。ここで頭を持ってきますかね。なるほど。でこれ3日の、4日の日か、2日間で、こんだけ伸びて。なるほど。でこっちはまだ成長が遅かったんで、同じ向いててもあんまり伸びてきてないです。先端がこのぐらいだった。1日経つともかなり結構伸びちゃいますからね。でこの節が1ミリ伸びても30個あれば30センチ伸びちゃう。3センチか。で最初のこの取り木のやつが曲がってるのもこれしょうがないですね。じゃあこれがこれ、これここまっすぐに、だからこれ取っちゃう、これ本当切っちゃうかなって言ったんだけどね、これがいいってね、残してる。まあそれはそれで面白いですけどね。これはまだ来年もっと出てくるでしょ、ここいくらかこう葉っぱが出てきています。これがふわーってこんな感じで出てきます。これも少しまた上の方向いてやらないともっと伸びちゃうから、5月の終わりぐらいにはもう止まると思います。これ竹に関しては今一番手間のかかる時期、もしね皆さん竹を持ってるのがありましたらね、こういう作業やってください。はい、できるだけ小さく作るっていう。夏の飾りですよね。夏の飾り、でこれをねこのままにしとくとね、こういうとこから葉っぱがいっぱい出て、ぐちゃ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 、足元見えなくぐらい出ちゃうんで、出て私はこう上の方まで切っちゃって葉っぱ取っちゃうんですよ。下の方で、ね、足がきれいに見えるように。なるほど、風が通るような。
虫。虫？たまにね、虫がつくんですよ。茶毒蛾みたいに毒を持った虫、うん、つきます。どういうふうになるかというと、こう葉っぱをね、こんな感じで食ってきますから。こう、結果とか、なんかハサミで切ってるんです。で、これは、この虫は葉っぱのこの裏側に食います。ついてないよな。これはつかなかったね。で、その虫に触ると、毒心毛っていうの？毒の毛。茶毒が刺されたことある？ないです。あれはだって草取りしててさ、死んだ死骸の毛がくっついてる。毛虫ですか？毛虫みたいな。くっつくとね、どん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 広がってくる。私、この辺やられたのかな？こんなところに。この辺、はい。草取りしてて、その毛が入っちゃった。死んだ。うん、ここ全部。すごい。痛いの痒いの一緒なんですよ。だそれと同じような虫だと思います。つきやすい。予防は何を使えばいいですか？駆除はね、その葉っぱが出た状態で、ちょっと後ろ見とこう、やっぱ取っちゃう。手と触っちゃうんですよ。それかあの薬。薬、なんですか、ね、薬は殺虫剤でいいでしょう。殺虫剤。一番、なんて言ったっけな、名前がね、見て一番いいのは、た方がいいと、うん、裏側に。だから虫は茶毒蛾がつくのか。茶毒蛾は違う。あれは椿とかお茶とか、はいはい、あれにつく虫。かなりグロスでつくな虫。うちの写真撮ったら。わかりました。載ってると思いますよ、うん、だからそれを気をつけた方がいいです。ただそんなもんかな。そんなもんで。うん、じゃあそんなとこで。うん、じゃあお化け行きます。え？おまけ、うん。はい。盆栽祭り終わりまして、こう教室で今まで何やってたかって言いますとね、6月にね、生徒作品展って今まであったんですよ、はい、でコロナで今まで、それができなかった。今年は生徒作品展やりますんで、ぜひ盆栽木を見てていただける方来ていただければと思います、はい、で入場無料です。6月の19、20。違う。6月の土日。18、19。土日で。19。なるそうです。つい私の顔見たら、また声をかけてください。はい。ありがとうございます。あとは、文章でお願いします。はい。もう終わったやつ。これ割ったやつ。前の画像と比較してもらうと分かりますけど、あ、シャリも上げたんですね。上げたんですよ。ああ、本当だ。おお、長かったのこう曲げて、下げて。第3作目です。第3作目。もうこれで終わりかなっていう。終わり。あとは枝を作っていく感じですね。だいぶ変わりましたね、この人も。この辺に龍が住んでるような。これはね、生きてますからね、ここはね、うん、こっち側も少しずつ変わってきてるんですかね。あ、そうですか。もうしばらくは防災機でこれ出てこない。出てこない。大体こいつがやっぱこう落ちてくるんですかね、これ。そう、あったね、うん、ってことですよね。もう枝が決まったからね、うん、これで作っていこうかなと思います。また登場は数年後、うん、数年後に出てくるかもしれません、うん、はい、以上です。以上です。はい、ありがとうございました。17、18、19。6月。で、18、19か。18、19。19か20かじゃない。あ、19、20。ごめんなさい。19、20っていうのは。6月の19、20。金は搬入だから。盆栽金を見てくださって、また来ていただいて、はい、また声かけてもらえれば嬉しいかなって思います。18、19だって全然。僕が取り直す。僕が取り直しましょう。土日。土日。ワスマプリーズだ。Let me see.